歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲです。パーシモン号の車窓のハゲのぼやきですね。まあ以前パーシモン号の車窓からということで、こうやって私が移動中に喋りながら、ゴルフをテーマに喋りながらですね、それをパーシモン号の車窓からっていうシリーズで動画をアップしてたんですが、今日はそのシリーズとぼやきが混ざったようなもんですね。先日火曜日、ぼやきシリーズで7番アイアンで150ヤードっていう週刊ゴルフダイジェストの記事に対してちょっと物申したんですけれども、今日はですね、アルバを立ち読みしてて、アルバに物申すじゃなくてね、その7番で150ヤードでお話ししたこととちょっと関連してることなので、アルバで立ち読みしてて、今女子ツアーですごい活躍されてる岩井姉妹、双子のね姉妹いらっしゃるんですけど、その岩井姉妹のクラブセッティングがアルバの方に出てまして、面白いんですよ。何が面白いかっていうと、6番アイアンが2本入ってるんです。まあ、こういうセッティングもね、これからはもう全然ありだなというところで面白いなと思って、まあ、もちろん私は4本でやってるんでね、全然関係ないんですけど、やっぱりアイアン好きな人とか、普通に14本でやってる人とかには非常に参考になるんじゃないかというところで、まあ、なんで6番アイアンが2本入ってるかというと、通常の5番アイアンからのセットの6番がまず1つあるんですね。そしてそのモデルとは違うモデルの6番アイアンが1本入ってる。だからポジション的には4番アイアンの代わりということになるんでしょうね、6番が。だそれだけその5番から使ってるセットのモデルよりもその6番アイアンがロフトが立ってる。だ6とは書いてあるけれども、そのまあちょっとこう、なんて言うんだろうな、上級者向けのキャビティアイアンのそのシリーズの位置づけでは、その6番アイアンっていうのは4番アイアンの位置づけになってしまう。しかもその4番アイアンの位置づけで使ってる6番アイアンっていうのは、どちらかというとメーカーでは優しめで出してるモデルなんです。これちょっとね、矛盾してると思いませんか。優しいモデルの6番アイアンが難しいモデルの4番アイアンになるんです。だ当然難しいモデルの4番アイアンっていう位置づけでは、ボールが上がりやすい、距離が出やすいっていうポジションになるとは思うんですけれども、そっちの6番アイアンの方の、まあ、優しめとされてるモデルを使うアマチュアゴルファーのことを考えたら、6って書いてあるけど4番アイアンだよと、これって本当に優しいのっていう話になるわけですよね。まあまあ、ちょっとそこの話はまたこの間の話と一緒になってしまうので、今回はそういうモデルの違うものを組み合わせればセッティングとして面白くなるよというね。まあ、同じ6番アイアンでもロフトがね、先日の7番アイアンの話だと26度の7番アイアンと34度の7番アイアンがあるわけだから、その差が8度あれば当然ね、2番手ぐらいになっちゃうよね。ある程度ヘッドスピード速くて、モデルっていうと中上級者向けみたいな感じのモデル使ってる人であれば、ちょっと優しめのモデルのロフト立ってるアイアンの、そういうね、6番アイアンが5番アイアンの上として、要はユーティリティの代わりとして使えることも可能、使うことも可能だと。シャフト変えればいいだけですからね。まあそういうセッティングもね、やっぱりプロでもそういう風にやってるんだなっていうところを見てね、だからアイアンが得意っていう人はそういう選択肢も
ありですねっていうお話です、ね、あ結構ねこれね、まあ男子ツアーでもやってる方いたりとか結構いるっちゃいるんですけど、まあ、たまたまアルバを読んでて見かけたもんですからちょっとご紹介をと思いまして、まあ、私は4本しか使わないから何度も言いますけど関係ないんだけど、あの6番や何となんだろうな、まあ、その岩井姉妹はヨネックスの契約でおそらくジュニアの頃からヨネックスにお世話になってたんじゃないかなと思うんですけど、そのねヨネックスのタイプの違う6番や2本入ってるっていうね、まあ、ちょっとネット調べて画像が出てくれば画像を貼り付けてきますけど、私もねそういえばと思って考えた、昔やったことあるんですよ、やっぱりマックテックのね5番アイアン本当のあのすごいなんかめちゃめちゃすごい音するマックテックの5番アイアンをシャフト変えてなんかちょっと使ってあのか使おうと思ったかっていう時があったんですよね。まあ今思うとまあ別にそういうの使わなくてもシャフト変えればよかったなと思うんですけど、まあその時はね重くて硬いの振り回してたからそんな発想に至らなかったんですけど、まあ本当にそれ10年も経たないんじゃないかな。明らかに40代になってかなり変わりましたね。クラブもそうだしクラブセッティングもそうだし、楽しいのはねもう断然今の方が楽しいですね。4本ででこういうね柔らかいシャフトのクラブ使って体がどっか痛くなったりとかっていうのはほぼないんでね。すいませんね、エアコンがまだ修理してエアコン直ってないから窓開けたままで走ってるんでだいぶ風の音がボー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 うるさいんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっとどうしてもその6万円2本の話がしたかったので車窓からのぼやきをこのように撮影をいたしました。またねなんかそういうこれはというねものを見つけたらこんな感じでご紹介していこうと思ってますんで、皆さんぜひまた見てください。まあ、もちろん私は4本なんてあまり関係ないんですけど、なかなかねその4本の話だけしていてもなかなか4本いいよって言ってもなかなかねそう簡単にやれるもんでもないかなと思いますので、普通な感じのゴルフやクラブの話もしていきますので、どうか4本じゃない人もチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今回はパーシモン号の車窓からのハゲのぼやきでございました。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。